県内多くの小中学校で終業式が行われました。雪がちらつく中、元気に登校してきた子どもたち。取りました。長崎市立諏訪小学校では全校児童401人が2学期の終業式を迎えました。4年ぶりに通常開催された諏訪っ子くんちフェスティバルなど、はつらつとした思い出がいっぱいの2学期。諏訪小では教員の負担を減らし、子どもたちと向き合う時間を増やそうと、これまで年3回渡していた通知表を今年度から9月と3月の2回に減らしました。市教委によると、通知表を渡す回数は学校の判断に委ねていて、年2回に減らす学校は年々増えています。明日から17日間の冬休みが始まります。